首の張りを取るには、お腹をアプローチという、テーマについてお伝えしたいと思います。少し手をとどめて吐いた時に自然と沈めていくようなイメージです。全然さっきより苦しくないです。こんにちは、鈴木和人です。今回は首の張りを取るには、お腹をアプローチという、テーマについてお伝えしたいと思います。首の、痛みとか、肩の張りっていうのは、臨床で、一番多い症状だと思うんですけど、どうですか、臨床だと首肩の張り。そうですね、デスクワークの方がやっぱり多いので、皆さんその悩みを訴えますね。結構こう首だけをこう施術しても、戻ったりとか、特に首の筋肉って細いので、腰とかと比べて細いので、どうしてもこう施術を頑張ってやってしまうと、次の日揉み返しになったりとか、調子悪くなりやすいところです、貧血とかですかね、でなるので、じゃあどうしたらいいかっていう話なんですけど、そこでお腹を使っていくんですね。首っていうのが、ストレスを特に受けやすいところなんですね。で、胸鎖乳突筋って、ここの大きい筋肉ですねがあるんですけど、この中に、頸動脈、総頸動脈ですねがあります。なので、ストレスを感じたりすると急所である、首っていうのが結構緊張しやすいんですね。例えば首に衝撃が走って頸動脈がこうダメージを受けるっていうことがないように、首が無意識のうちにこう力入ってしまうんですね。なので、筋肉的な、寝違いであったりとか、そういうのもありますけど、基本的にはもうこうストレスが、体の全体を常に、ストレスが常にかかっていると、首に出てしまう。だから首には原因はないんですけど、体の全体のストレスを取っていってあげると良くなるっていうところなんですけど、じゃあ首を使わずにどこを施術するかっていうと、そのお腹なんですけど、お腹のところに溝落ちのところですね。で、溝落ちのところっていうのも、急所に当たりますよね。殴られたりとかする経験ある人もない人もいると思うんですけどそこは当たるとやっぱり痛いんですね。急所の部分なので、なので、首と同じようにストレスがかかると硬くなってしまうんですね。大体の人はここに押すと圧痛があると思うんですね。で、そこを、圧痛をなくしてあげると首の緊張も自然と取れてきます。特にあと、寝れない人であったりとか、ちょっとうつ傾向にあったり、ストレスがあと感じている人なんかは、お腹の特にこの溝落ちの部分ですねを施術してあげると良くなります。実際に、施術で首の、張りを取っていきましょう。では、施術をやっていきます。施術のポイントとしては、訴える症状でもいいですし、今回は、胸鎖乳突筋の圧痛を見ていきます。で、胸鎖乳突筋両方を触ってしまうと、血圧が急に落ちたりして貧血気味になってしまいますので、必ず片方ずつ圧痛をチェックしてください。で、喉に当たらないように押したら少し引くようなイメージですね。押してちょっと引く感じですね。押す、どうですか、ちょっと痛いですか。痛いですね。左の方が硬いですね。ちょっとつまめないですね、硬くて。これどうですか。痛いです。ここ痛いところを、じゃあこれはちょっとお腹の圧を取っていくことでどうなるかっていうことですね。ではこの状態で膝曲げていただいていいですか。少し90度に曲げていただいて、でお腹の溝落ちを触っていくんですけど、ここには九尾っていうツボがあるんですね。で、鳩の尾っぽ、尾と書いて、九尾なんですけど、健常突起の下ですね。なのでこの肋骨球の一番交わったところですね、の下。あんまり上すぎるとちょっと健常突起を、骨折させてしまう可能性があるので、ちょっと気持ち下の方がいいですね。ここを押していきます。で、呼吸に合わせていくんですけど、吸った時に少し手をとどめて、吐いた時に自然と沈めていくようなイメージですね。で、結構お腹デリケートなとこなので、なんかこう吐いた時にグッと押しやすいんですが、どっちかっていうと吸った時にとどめておくんですね、手を。で、その圧で刺激をしていくっていうイメージです。押すのはへこんだ時に少し手を一緒に押し込むぐらいのイメージで、どっちかというと吸った時に手をとどめておくので、刺激をしていきます。これ痛いですか。いや、なんかちょっとこう刺激されているような感じですね。最初はなんかこう苦しいイメージがあったんですけど、意外とそうでもないです。そうでもない感じです。で、あと、ちょっと食事取った後だと、ちょっと胃のとこでもありますので、
まあ、気持ち悪かったりするので、まあ、食事取る前か、まあ、取って2時間後ぐらいがいいかなと思います。なので、まあ、施術する際に、まあ、食事取ったかっていうのをまあ聞いていただいて、何時間前に取ったかっていうのを、確認していただければといいと思います。まあ、大体この呼吸に合わせて3分ほどやっていただくといいんですが、どうですか、ちょっと一回チェックしてみますね。これで圧をチェックしていきます。これだけもだいぶ、まあ、自分で言うのもあれですけど、なんかだいぶ緩んでる感じ、うん、これどうですか、少し緊張が取れた感じする、はい、全然さっきより苦しくないです。あ、思ったより効果あります。なんか自分で言うのもあれだけど、すげえ柔らかくなるね。なのでお腹のこのラインですね、特に、まあ、おへそから上の部分っていうのが結構ストレスを感じやすいところですね。なのでそこを施術していただければと思います。でもう一つが、この肋部のところですね、肋骨のこの際のところ、まあ、ちょっと強刺激になってしまうんですが、ここを手をこのような感じですね、引っ掛けていく、まあ、これ慣れてる人だったらいいんですけど、ちょっと痛いところなのでこういう感じで肋骨に手を引っ掛けて呼吸をしてもらうっていう感じですね。特に右側は肝臓があるところなので結構痛みが強いです。慣れてる人であれば両方引っ掛けて、グッてこっち側ですね、頭側に引っ張るようなイメージで、グッともう一回ロックっていうんですかね、かけたら呼吸に合わせていくっていう、あまりグイグイ押さないって感じですね。ありがとうございます。そうすると呼吸がすごい楽になると思うけど、どうですか。あ、すごい動きやすいです。肋骨動きやすくなった感じします。肋骨って動かすイメージがあんまりないんですけど、こうやって施術したりとか手さえ押さえてあげるだけでもここを使うんだっていう意識が出てきますね。ちょっと首失礼します、ね、これはどうですか。あ、全然痛くないです。だいぶこうつまめるようになると思うんですね。術者もこうなんかつまんなんかこう柔らかくなってつまみやすくなるってことですね。はい、以上になりますが、いかがだったでしょうか。結構痛かったですか。やってるときは痛かったですね。特にここの肋骨の際のところは痛かったです。結構まあデリケートな、ところでありますので、まあ、もし、なんかこうくすぐったかったりとかしたら、まあ、手をこういう感じですね添えていただいて、まあ、あえてこういう感じです。さっきの、うん、これで上から手を添えてあげると、うん、まあ、特にこの肋骨周りって結構くすぐったい人多いので、そういう風にしてあげるとしっかりとこう圧が入ってくる。でそれで慣れてきたら、その手をどかして自分の手で術者の手でやっていただくといいかなと思います、うん、まあ、特にこうストレス強い方なんか肋骨がすごい張ってますので、そこを施術していただくといいかなと思います。あとはお腹周りですね。で結構なんだろうな、このイライラが溜まってくるとこの上腹部っていうんですかね、まあ、キュービのあたりに、ストレスがかかってきますので、まあ、レモン水とかちょっとこう酸っぱいものを取っていただくと気の巡りが良くなるっていう、まあ、東洋医学的には言われてます、まあ、なので、まあ、イライラした時になんか酸っぱいものでこう発散させてあげるようなイメージですね。そうすると徐々にここの圧が取れてきますね。で自律神経とかだと、まあ、その場でどう良くなったかなんかよく眠れるとかそういうのって分かんないと思うので、一つ、まあ治療の指針として、まあ上腹部の圧を確認していただければいいかなと思います。では、そんなところになりますので、ぜひ、実践してみてください。ありがとうございました。